皆様ごきげんよう。チューリッププリンセス都内で43歳、こなし専業主婦をさせていただいております。いつもね、間違えて34歳とか38歳とか言ったりね、書いたりしそうになるんですけれども、でも前日年齢43歳になります。でもね、頑張ってアンチエイジングに励んだりですとか、若々しさを保とうと思って頑張っています。そんな私の美食女チャンネルでございます。だんだん一緒にね、美食女を目指してくださる方が増えてきて本当に嬉しく思っております。登録していつも応援してくださっている方々、ね、ずっと、ね、登録し続けてくださっている方々、新しく登録してくださった皆さん、本当にありがとうございます。こうやってライブ形式でご紹介することも結構また最近多くなってきたんですけれども、今日も私の美食女コーディネート早速ご紹介したいと思います。今曲を2曲ほど歌いまして、すごく持ってきて緊張がほぐれてきましたので、コーディネート紹介のびのびやらせていただきます。でこちらはとっても秋らしいワンピースで、今日は本当またね、秋晴れの気持ちいいお天気でしてね、青空に映えますね。すごくね、ちょうどこの暑からず寒からずちょうど良かったです。ディアプリンセスです。私のね、好きなディアプリンセスのワンピースです。お得意のちょっとハイウエストになっているので、それでこう中途半端な丈なんですけれども、割とスタイルアップして見えるんじゃないかなっていうふうに思います。で生地もすごく秋らしくてね、厚みのある少し高級感のある生地です。こんな感じです。でそしてお袖口のところがベルスリーブになっておりまして、ちょっとね、さらにリボンがついていて、とってもレディーな感じのワンピースですね。で、かわいいですね。もうほんとこれ、コーディネートも何も、1枚着ちゃえば、ね、もうデートに行けちゃうみたいな感じですね。秋のデートとかにとってもいいんじゃないかなと思います。で、お靴も、一瞬ベージュと黒と迷ったんですけども、ちょっとベージュにしちゃうと、やっぱりこう全体に、ぼやけちゃう感じもあったので、やっぱり黒で秋らしくブラックでブラックリボンで引き締めてみました。美浜のお靴です。で、こちらに合わせて、まだ本当に日差しが強いですので、こちらもうかなり華やかなワンピースとなりますので、傘の方はすっきりといたしました。すっきりとランバンのこの上品なベージュの軽量の晴雨兼用の日傘にしてまいりました。でこちら側のすっきりと合うんじゃないかなと思います。ベージュと、ね、赤もとっても合いますよね。こちらも落ち着いた上もアイボリーのようなお色味なのでね、こちらの傘が合うかなと思いまして、今日はこんな感じにしてまいりました。よいしょ。それに合わせまして、またフェイランも同じような感じなんですけれども、ちょっとお待ちください。フェイランもね、ベージュを入れてみました。こちらです。何回かご紹介してるんですけれども、まあ、ラナンキュラスなんですけど、バラに見えないこともないですし、ベージュと赤がとてもこちらのね、ワンピースにマッチしてお上品で素敵かなと思いましたのでね、チューリッププリンセスらしいラナンキュラスのね、少し落ち着いて可憐めな感じのにしてみました。そしてもう一つ、こちらはトッカですね。トッカ のレモンイエローですね。とっても優しいクリームイエロー、レモンイエローのようなね、ソフトなイエローでね、こちらもね、秋らしくてね、この華やかな赤いお色のワンピースにね、しっくりと馴染みます。こちらの2つにしてまいりました。今日はそんなコーディネートですね。レディーな秋の装いワンピースコーディネートと題しましょう。
いつも思いつきなんですけどね、この場で本当に何にも考えてなくお話ししております。後ろはこんな感じですね。なのでもう両袖のところにね、ベルスリーブでね、可愛くリボンがついておりまして、なんでしょうね、華やかなんですけどもね、派手っていう感じでもなくって、華やかながらね、上品でなんかレディーで少しレトロな感じもあって、本当に秋晴れな日にぴったりの素敵な可愛らしいワンピースです。まさにディアプリンセスっていう感じのワンピースですね。なんかこうビロード調の生地でね、これも秋冬にいいような感じです、ね、着てるとなんとなくね、レディーな気分になってね、このままデートでも行きたいかななんて思っちゃいますね。今日はこんなコーディネートにしてみました。森高ライブなので本当はね、ミニが履きたいんですけども、これミニじゃなくてね、ちょっと落ち着いた宿女丈ですね。なので森高ファンの方ごめんなさい。またミニも履きます。でも今日はこんな感じでお上品めにさせていただきました。今日はね、これでまたいろいろ歌ったり踊ったり、してみたいなと思いますので、また引き続きライブの方もお楽しみいただければと思います。いつも皆さん本当にお優しいお言葉本当にありがとうございます。とっても嬉しく思って受け止めさせていただいてます。では今日も楽しんでください。ありがとうございました。